今回紹介するのは「権力の配信、森友家学園問題スクープの現場」という本です。満を持して出版された森友家学園問題の決定版「森友家学園問題」をスクープした朝日新聞がその短所となる森友学園の破格の土地値引き問題の発覚から現在に至るまでを スクープした当事者の立場から時系列的に丁寧に整理した本まさに満を持して出された本で朝日新聞記者たちの動きや春動する政治家たちの姿を中心に当事者である森友学園とかけ学園の対照的な動きや政権に忖度する役人の姿そして学校開設が予定される地方自治体の動きなどが まさにオールスターキャストが織りなす一大絵巻物のように鮮やかにそしてビビッドに描き出される400ページ以上あるのだが全くそれを感じさせず一気通の気、読み通してしまったそして改めて思った事実は小説よりも気なり記者の質問に対して時には陽気に。 そして時には声を荒げて大阪弁でまくしたてる怪しげな右翼のおっちゃん籠池氏と決して票へ出てこない首相のお友達かけし両者のイメージは全く異なるが共に首相という最高権力者の力を利用して普通なら到底不可能な小学校や大学進学部の設立を目論んだことは間違いない。 もっとも籠池氏は首相の奥さんを名誉校長にまでしたのに事件が発覚すると手のひらを返すように自分だけが悪者にされていると怒り途中から権力の欺瞞をとうとうと喋りだしたため結果逮捕されてしまったがしかしこの森友問題に関しては今年3月公文書書き換え問題が発覚し 権力側に都合の悪い部分が削除されていたことが明らかとなり、後に証人喚問で記憶にない、答弁を控えるを連発した書き換え、当時の財務省理財局長氏は結局国税庁長官の職を辞めざるを得なくなった。そして、 書き換えを実際に担当させられた近畿財務局の職員の方が1人自殺された。本当に気の毒なことである。また、この問題に関しては、後に財務事務次官がセクハラ問題で辞任するというおまけまでついた。一方、方学園の方は、 元文化事務次官の前川喜平氏の発言や愛媛県知事による官邸官僚の嘘を暴く文書公表の結果、首相の加計学園岡山理科大の獣医学部新設の申請を知ったのは昨年1月だという答弁、一緒にゴルフを何百回もやっている間柄なのに、そんなことありえないに大きな疑問が呈されている。それにもかかわらず 学部が建設されている今治市が公文書を公開していないこともあり真相はつまびらかにならず結局学部は今年4月開学した戦後政治において闇に葬り去られた嘘は山ほどあるだろうしかし今回のように子供でもわかるような嘘をつきながらそれを嘘でないと言い通す政権はなかったそんなことをすれば 政権は崩壊するる。だだけだからであるしかし、それが堂々とまかり通るのが今の時代である。これは恐ろしいことである。嘘と分かっていても、それを何百回何千回繰り返せば、大衆は愚かだから、本当だと信じてしまう。といった誰かの言葉を想起してしまう。今、政権突破 トランプはこの問題を払拭するかのように外交活動に勤しんでいるこの1年何十回外国に行かれたのだろうしかし私にはそれは海外旅行に毛の生えた程度の気分転換の旅行としか思えない親分のトランプにもはしごを外され昨年初構わず鳴り響いた J アラートなるものも今は消息不明である 北朝鮮をあれほど敵視してきたわけだから、今さら急に拉致問題を持ち出しても、しかも自分で言うチャンネルはないからトランプに言ってもらうという手いただく。首領様が聞く耳持つとは思えない、よほどの経済援助を持ち出せば別だが、政権維持の手段に利用される拉致関係者の方々こそ気の毒である。今や北東アジアジ国の中で 日本だけが孤立しヨーロッパをはじめとする諸外国からはトランプの腰巾着政権と揶揄されバカにされているこれが外交のまるまるの真の姿である公共といわれる経済も実は円の垂れ流しに過ぎないものであることが明らかになっている前例のない超高齢化社会を迎えこれからの日本は一体どこへ行くのだろうか かつては経済大国として栄えたが、政治の私物化超劣化の結果、国力が急速に衰え、今では忘れられた極東の島国と歴史の教科書に書かれないことを祈るばかりである。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、 チャンネル登録をお願いいたします。